しい心を持った2人の人造人間の話です。それではいきますよ。悟空を抹殺するために生み出された人造人間16号。彼は少年時代の悟空を抹殺しに過去へと向かい悟空と対峙する。しかしその悟空の前に彼と同じ人造人間が立ちはだかるのである。俺の狙いは孫悟空だ。邪魔をするな。孫悟空をいじめる奴は絶対に許さない。あっちゃん無理だ。こいつはめちゃくちゃ強えぞ。 8×2 は16。俺より強そう。でも俺逃げない。孫悟空守る。おかしな感覚は。そうか、お前も人造人間か。俺はあっちゃん、孫悟空の友達だ。ならば仕方がない。お前の機能を停止させるまで。よし、ゲットだ。孫悟空、気をつけろ。あいつ、俺と同じ人造人間だ。俺はお前を抹殺するため、この時代に送り込まれた人造人間だ。孫悟空、無駄にするな。無駄だ、孫悟空。ターゲットに確実にヒットした。今度は俺の番。下がっていろ、孫悟空。はっちゃん、悪い。俺、なんとなくわかる。お前、悪い奴には見えない。俺は、俺が作られた目的を果たすため、この時代に送られた人造人間だ。なら俺、何があっても、友達を、孫悟空を守る。なぜだ、本来のパワーが出せない。各部に問題となる異常は見られない。思考回路に問題があると。許さない。やはりパワーが出ない。なぜだ。終わったか。俺、喧嘩は大嫌いだ。でも友達を傷つける奴は絶対に許さない。はっちゃん、アンナとな、オラだって同じ気持ちだ。孫悟空、友達。孫悟空とは一体。ドクターゲロは孫悟空を抹殺するべく新たな人造人間の開発に執念を燃やしていた。試行錯誤を繰り返すうち、彼は一つの可能性を見出した。ドクターゲロの高度な科学力と
孫悟空が持っていた人の心、それが一つになった時、究極の人造人間が生まれると。無から作られた人造人間でありながら不安定な人の心を持つ存在、その失敗作の一体が俺という存在なのかもしれない。異常なし、任務を続行する。頭部損傷、修復不可能。これ以上の戦闘継続は不可能と判定。よかった孫悟空、大丈夫か。ああ、オラは大丈夫だ。それよりハッチャー、こいつ助けてやれねえか。でもこいつ孫悟空を。ワクワクしねえかハッチャー。世の中すげえやつがいるんだな。ほら、もっともっと修行して今度は一人でこいつと勝負して、それにほらこいつそんなに悪いやつじゃねえ気がすんだ。孫悟空、お前本当にいいやつ。俺は機械だ、人間ではない。だが不思議な感覚が確かに存在する。そうか、これが心。楽しみだな、再び孫悟空と出会う時。